まあ、さっきも言った映像とともにその時の風が吹いてきてね、なんか匂いも香りも温度もしてくるぐらいな、温度もしてきてね、空の色までね、空の色まで見えてくるね、ような。そういう、こう街の上がりとかね、そうですどうなんですかね、そういうのすごいですよ、人間の脳って。ね。すごいですね。ええ、だから音に対するっていうか、メロディーに対する自分の感情の乗っけるどっかあるんでしょうね、なんかそういう才能が。そうだと思う。ええ、きっとみんな思い出の中にしまってあるから、それがポンってこう、ね、重なった瞬間にバンってこう開くのかもしれないですそね。うですなんか。ね。だから先ほどちょっと言いかけた、その学術的にって言ったのはですね、まあその年号を覚えてどうのこうのっていうそういうことではなくて、すごい学者さん言ってたんですけど、映画を、その映画がいつ流行ったのか、いつ流行った映画の中を紐解いていくと、その時の経済がわかるとかね。その世界の起こっているその状態、人々の気持ちとかが分かるとか、確かにそうだなと。そうすると流行歌 例えば山口百恵が流行ってた時代、自分は何歳でどういう時代で、例えばリーマンショックが起きた時にどんな曲が流行ってたかっていう、その街のざわめきとか、そういう分かるっていう。だからそれをこう並べていくと学術的に研究になるよねっていうそれは学術的ですね。ような。そういう統計的、学術的なものを考えてないんで。考えてないかもしれないですけど、多分テミアンさんっていう一つの歴史の中にこういう歌を作ってた時の俺それはあるかもしれないですね。ね。今、今更ながらなんですけど、今度のその大きなソロライブも、そういう、こういうふうにせっかくやらせてもらっても頑張ろうと思ってる最中なんですけども、でもそれをただやりたいっていうだけの欲求はやっぱ強い方じゃなかったんですよ。売れたいだとか、お金はもちろん欲しいですし、生きていくために大切なものですから、でもそこそこでいいやみたいなところで、それは余裕、そうやって生かされてきたっていうところもあるのかもしれないけど、でもやっぱりそのために続けていくためにはっていう欲求も強くなってきて、やっぱりそれは聞いてもらって一生歌っていくためには、なかなかもうちょっとこうなんとかしなきゃいけないっていう。でその時にね、1曲売れたりすると、これ僕の大先輩のブレッド・バターっているんですけども、ブレッド・バターがよく独り言のように、俺たちもさそこそこ売れたんだけど大ヒットがないからさ、ヒット曲1曲あると営業取りやすいんだよねとかって言ってて 半分冗談のような本気のような。だから自分にはそういう、地元で親しんでるとかみんなが歌ってくれるような曲はあるんだけど、全国のヒット曲っていうのはないわけで、そうするとどうしてかななんて思ったんですよ。改めて思ったんだけど、そう自分が好きな曲がヒットしてる曲がないなってことに気づいてて なんとなくこうヒットしてる曲が嫌いって意味じゃないんですけども、ヒットしてる曲を全部嫌いってわけでもないんだけど、こう自分が本当大好きだなって曲をこう上げてみると、世の中でマニアックだったりとか、ちょっとこうマイノリティの曲だったりとか、そういう曲が多いので、なるほどあそね。こか原因はとか思って、でそれを分析して、じゃあそういう時代背景を考えながら曲を狙っていこうっていう即興作家でもないですし、僕もいろんな方に曲を書かせてもらってますけども、どちらかっていうと僕の楽器を気に入っていただいて発注していただくっていう人が多いんで、時代を見てっていうところまでは行ってないんで、ただ自分自身はもうその時代の中にいるつもりではいるし、今の時代の流れの中には生きてるつもりなんだけど、それに合わせてヒット曲を狙うって作業は全くしてこなかったなと思って、職それ業じ的ゃあ売れにてないよなとか思うんですけど でもその自分が天職として、歌手という道、フォークシンガーという道を選んだ時の、その帯、始めた17歳ぐらいからの帯として、こうどんな曲を自分がやってきたかっていう、この歴史の帯みたいなものっていうのは、こう俯瞰してみるとね、なんかあると思うんですよそうね。ですもうね。この時期は明るい曲を結構作ってたなとそうですかね。ね、そういう。で、この、1000人コンサートが、節目になって、また新たな、これから自分がこうしたいっていうことが、はっきりこそうですう、ね。人のためにっておっしゃいましたけど。そうですね。人のためっていうのってすごくおかましいと思うし、それからすごくメッセージソングとかっていうのに抵抗があったんですね。あ、そうですか。でもそれっていうのは本当正直なその時の気持ちを言えばそれでいいんだけど、自分自身にはそんな偉そうなこと言いたくないって思いがずっとあったんですけども、でもそれはある意味なんか
回避してるようなところもあるなと思って、うんうん、責任持ってなんか言えることを言ってくっていうことも大切だなと思ってるんで、うんうん、だからまあその偉そうな意味じゃなくて、うん、正直に思ったことを言うっていうのになるべく近づきたいと、うんうん、まあ、まだできてこなかったことで、うん、まあ、そういう意味でアーティストとしてそこの方向により近づきたいなと、うん、だからそういう意味ではあのいろんなまだまだいろんな曲作ったりいろんなことに触れて曲を作っていくっていう自分自身の楽しみもすごく感じてはいるんですけども、うんですね、その時代のこう波というかね、うん、まあ、2020年オリンピックも決まってあの外国の方々がたくさん日本に来るようになってとか、うん、こう徐々にこう空気が変わってきてる中に、うん、こうピタッと会う瞬間もあるかもしれないですね。そうですね、なんかね、あの人生ってよく分かんないですから、うん、でその中にこう何かこう自分の中であこれはこうだなみたいなまたひらめきもあるかもしれないですけども。そうですね。